んなさい、めっちゃ笑っちゃってる。頭のチャンネル、皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて今回はかぐや様は告らせたい3期第1話を見ていきたいと思います。かぐや様をちょっと早速見る前に、私の中のかぐや様の前知識をちょっとお話ししておこうかなと思っております。正直言って私1ヶ月前はかぐや様知らなかったんですよね。名前は知ってたんですけどアニメは見なかったんですよ。私幼馴染の友達がいるんですけど、その子がオタクになったきっかけがかぐや様を見たみたいなんですよね。その子がかぐや様は見て、絶対見てって言ってきたので、あ、分かりました、じゃあかぐや様を見ましょうかねってことで、2週間前かなに見たんですよね。見たんですけれども、むちゃくちゃ好きになっちゃったんですよね私。こんなにかぐや様ハマると思ってなくて、1話見たらめちゃくちゃ面白くて、2話見たらめちゃくちゃ面白くて、3話見たらめちゃくちゃ面白くて、気がついたら8話まで一気に見てて、8話まで見終わって一息ついて友達にその日めっちゃ LINE したんですよ。やばい、かぐや様めっちゃおもろい、めっちゃおもろいみたいな感じで LINE して、そうやろって、やっと見てくれたん、ありがとうみたいな感じでそういうのがきっかけで私はかぐや様にハマりましたね。私春アニメで結構楽しみにしてたアニメもあるんですけど、今の時点で一番ピークで楽しみにしてるのがかぐや様なんですよね。なんかかぐや様ブームが今私の中で来てて、かぐや様が一番今楽しみにしてますね。なのでこれから見るのがめちゃくちゃ楽しみです。それでは早速見ていきましょう。かぐや様は告らせたい第3期1話です。 GO!3、2、1、いや、ちかちゃんから始まりましたね。はいはいはい、あー、そっかそっか、2期の爆発からスタートですかさやな、前回というか2期のエンドがさ、爆発エンドで終わってたからさえ、何この何この滑り出しシュールすぎひん？もうなんかさ、いろいろ情報量が多すぎんねんけど。あー、この笑顔のかぐやさんめっちゃ可愛い。いい。そっか、爆発したのがコンティニューになったってことね。あ、みこたん。みこちゃん可愛いよね。好きやわ。いいの、みこは癒されたい。なんかパパーって第3期の1話が始まりますね。オープニングとかなく。あ、耳出てる、みこ。可愛くない？耳出すの？環境 BGM そっか、イヤホンジャックちゃんと刺さってないねんな、アホな小型犬みたいにミコちゃんこんな音聞くのミコちゃんラクダの声が好きなの？ミコちゃんこれは恥ずかしいやつでは。イケメンが励ます CD あるよね、こういう CD。 あ、そういうのが好きなのね、みこちゃんはっていうかこのイメージ画像がさ、めっちゃスリルやねんけど。あーあーあああ、ちかちゃんが来たから、危ない危ない危ない。あら、恥ずかしがってるみこちゃん、かわいい石神くんは曲を流さへんようにしてんねんな。あ、もしや恋愛聞けやあ、優しいや石神くんあ、来ましたねタイミング。いや、素直に指摘したらいいんじゃん、イヤホン外れてる。あーね、あ、石神くん優しい。いや、さすがやな石神くん。何を聞くんや石神くん。やっぱりですよね。キュンキュン。すっとんきょんな曲。お、自分を犠牲にしたこの石神くんの優しさ。この BGM いい。いや、いいんちゃう、これでさ、ミコちゃんのさ個性的な部分も見れて、ミコちゃんの理解度が増えたやん、みんな。よかったよかった。あ、そうや、かぐや様スマホゲットできたもんね。 LINE デビュー。かぐや様のネグリジェかわいい。え、バレてるのよ、既読がつくのよ。
この BGM やば面白くない？そうですよね。まあ LINE をしてる人は知ってますよね。会長。即既読きたか、やべえ。つまり見てることをバレるっていうことですよね。はい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 。あら説明しないの、あら説明しないの、どうなるかどうなるか、把握なされましたね。めこちゃんかわいいな。LINE の返事。はあ。息をするように嘘をついた。ほんまに息してたのがおもろい。やばい、ここでも戦いが。ギジミのか。わかる、めっちゃわかりみが深い。やばい、めっちゃさ熱い戦いが繰り広げられてて、理解するのに頭を使う。これ糖分が欲しくなんな。既読する。え、何気にさ久しぶりの電話、久しぶりというか初めて動いたのは会長でした。既読ってわかるか。うわー、これはちょっと会長の勝ちじゃないですか、これは。あうわどうする、かぐや様どうする。ずっと俺とのトーク画面を開いていた、そうとしか考えられないんだが。つまりもしかして俺のこと。どうにかしなさい。これは完全にかぐや様の負けでしょう。逃げたね、かぐや様、うまいこと。よくよかったね、かぐや様、早坂がおって3人。LINE でもいいですけど、ディスコードも必要と丁寧に便利さを解いたものの、はて読めへんかった最後まで。ディスコードって何？あーマジギブ、腕動かねー。藤原チカは戦いたい。チカちゃん力持ちやね、ちゃんとみんな生徒会の仕事してんなと思ったけど、腕相撲か。仕事はどこへやら。すげえな、さすがチカちゃん。確かにな、石神くん走り早かったもんな、足の走り。全生徒会腕相撲トーナメント。全生徒会って言っても5人しかおらんやん。どうしようかな。第1位はチカちゃんで、ビリがそう篠宮と手と手をみたいなシチュエーションになると思った。優しくして。これは多分さ、会長がビリになるんちゃう。なんやかんや会長運動神経悪くなかったっけ。え、左利きなんよ。力は左の方が強いって、もうこれフラグですよね。あ、そっか、かぐや様弓道部やから。BGM が面白い、本当に弱者。また可愛い作っちゃった。これ間違いなくチカちゃん勝つやつちゃう。あ、後ろのかぐや様大丈夫。おお、会長もさすが男の子やな。あーはー、さすがかぐや様。気をするようにズルをする。石神くんも楽しそうやったな。うわ楽しそう。来ましたね。どう勝つかな。これはこの戦いで恋愛の戦いも決まると言っても間違いではないのではないでしょうか。は、今一瞬左手触ったってことは接ってる。ただの腕相撲で。ドラゴンボールやん。これ恋愛ギャグ漫画じゃない、恋愛ギャグアニメやんな。声がおもろい。
めんなさい、めっちゃ笑っちゃってる。ごめんなさい。マッスルクイーン筋肉夢この BGM がまた面白いのよ画面が荒くなってる、荒い。いや、マッスルクイーンいいわ、この BGM マジでいい。いやかわいい、ちかちゃんかわいい。めっちゃいいじゃん、オープニングめっちゃ良くない？もう好き。誰やろ、新キャラ、新キャラっぽいな。結構新キャラ出る感じ、今回、今回というか3期。あー、いい、すごくいい。あ、まだあった。あらあらあら、ちかちゃんがドベになってんや、意外。はい、ということで見終わりました。はい、ということで見終わりましたので、コメントを見ていきたいと思います。早坂さんいいよね。私さ、早坂さんのさ、あの回好きやねんけど、早坂さんが会長を落とそうとする回、あの時の早坂さんさ、もうなんか可愛すぎてさ、今までの早坂さんと違う早坂さんが出てきてめっちゃ興奮しちゃってんけど、私早坂さん好きやわ。うん、かぐや様の次に好きかもしれへん。この生徒会本当に仕事してるいや、そうなのよいや、ほんまに仕事してる毎回それ思うんけど、特にしょぎちゃんちかちゃんね。なんかさ、めっちゃ面白いのがさ、ちかちゃんが入ってる部活がさ、スゴロク部やったっけ、テーブルゲーム部みたいな感じやったよ、入ってるのが。あれめっちゃ面白くない？え、ちかちゃんなんでそれに入ったってなんだけど、ピアノとか音楽系に入らんかったんって思って。楽しいんですよね、多分遊ぶのが好きなんですよね、ちかちゃんは。かぐや様の時の古賀さんは声のバリエーションが豊かだな。いや、ほんまにそれ思いました。特に思ったのは、今日見た第1話で、何やったっけな、ちょっと見返していいですか？え、マジでこれ、小見さんの声優さんが出してるんっていうような声を出してて、めっちゃすごいと思ったんですよ。イケメン B に、え、斉藤壮馬さん？マジで？マジで？あ、そんないいキャラ使ってたんですか？イケメン B ってあれやんな。多分さ、ミカちゃんが聞いてたイケメンボイスの A と B に斉藤壮馬さん使ってたってこといや、さすがですね、やっぱりイケメンボイスやったもんな。うん、間違いない。だからか、しっかり使うところは使ってますね。小川葵さんは声だけでなく中身もチカちゃんに近いというか、めちゃくちゃポンコツ。そうなんや、へえ。なんか意外やんな。なんかさ、だって今まで演じてるのさ、小見さんとかさ、かぐや様とかさ、完璧人間ばっかり演じてるのにさ、中身がめちゃくちゃポンコツって意外ギャップがあって、それがまたいいって感じ。なんかさ、こういう話を聞くとさ、私は結構アニメのキャラクターに愛を注ぐタイプなんですけど、中の人の性格とかも気になっちゃって、声優沼にもハマりそうな気がするんですよね、こういう話を聞くとね。忙しくなりますねあれもこれもあれもこれもってなっちゃうね。楽しい。かぐや様もポンコツはポンコツですよねあおちゅんはポンコツだけど美人なのがすごい。あ、ずるい。あ、そうなんや、あおちゅんって言うんですか、こがあおいさんのこと。あおちゅん、へー、すいません、時間になってしまったんで、はい、そろそろちょっと、はい、お開きにしたいと思います。ごめんなさい。最後これだけは言いたいんですけど、かぐやさんマジでおもろいと思って、なんかめっちゃ元気出たわ、笑って、なんかな、笑って疲れた、もう今日はぐっすりですわ笑い疲れそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。やー